これより最終クォーター第4クォーターに入ります。山口大学自陣42ヤードからファーストアウト。愛媛大学ナイスです。799番ハンドを受け右オープン展開しようとしましたが、これを愛媛大学61番が見事に対応、約2ヤードロスに変えました。山口大学自陣40ヤードからセカンドダウン12。ワイドレシーバー3番ヒッチパスをキャッチアンドラン、相手ディフェンス群がる中、しかしそれでも3ヤードのゲインとしています。しかし愛媛大学粘りを見せています。このプレーもゲインを許していません。山口大学自陣42ヤードからサードダウンない。山口大学、ここでドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。ランニバック99番一気に攻撃権更新を図りましたが、しかしそれはならずフォースダウンとなります。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。試合再開です。山口大学フォースダウン3、パントフォーメーションを選択します。山口大学、ここでできる限り時間を使おうとしています。ここで痛恨のミス。愛媛大学リターナー22番、これをリターンしようとしましたが、この時にボールを触れてしまいました。一旦リターンチームが触れた場合はどちらが抑えても構いません。抑えたのは山口大、従いまして山口大学の攻撃が続く形になります。結果的にボールオンは山口大学から見て相手陣、5ヤード付近という極めて愛媛にとって苦しい状況の位置からの山口大学攻撃となります。しかし現在審判団が協議しております。その判定に誤りがなかったか確認をしております。プレーの結果を確認しました。リターンチームのタッチがあったと山口大学がリカバーしましたので、山口大学のファーストダウンとなります。先ほどのプレー、やはりリターンチームが一旦ボールを触れました。このため山口大学の所有した段階で山口大学の攻撃という形になります。そのポイントは山口大学から見て相手陣4ヤード、この位置から山口対ファーストダウンというゴールになります。ここでしかし山口大学にもミスがありました。幸い自ら抑えているため攻撃権は継続です。一つ攻撃を失い、セカンドダウン2ゴールとなります。山口大学セカンドダウン2ゴール、残り6ヤード。2ダウン、山口大学2ダウンをしています。状況が把握できておりませんでしたが、山口大学あえてここで時間だけを狙う形で2ダウンしております。2ダウンはいわゆるランプレーの一種となります。しかし中で膝をつくため時計は回り続けます。あえて無理をせず2ダウンし、時計を消化する選択をしました。さあ3回2ダウンしまして時計を回します。なんと山口大学ここでいいトトボール、時間を食い潰す戦術に出ました。本来ならば終了間際に行うリードしているチームの戦術ですが、山口大あえてこの4クォーターすべてを時間を使うという選択にします。このリターンはなりませんでしたが、フィールドゴール失敗で山口大学結果的に無得点という形になりました。4回目の攻撃失敗という形になりますので、攻守交代です。結果的に時間は約2分近く消化する形になりました。愛媛大学試合時間残り4分、いや失礼しました、6分55秒での攻撃という形になります。ボールオンは自陣17ヤード、愛媛大学ファーストアンテ。さあ、愛媛大学ランプレーで右オープン突破を図りましたが、山口大ディフェンス陣踏ん張っておりまして、ゲインは約3ヤードでとどまっています。中で倒れたため時計が回り続けますが、しかしここで負傷者発生しておりますので、ここでレフリータイムアウトが入ります。コメントありがとうございます。 SN 様、ミス確かにちょっと目立っているシーンは多々ありました。その中においてしかし奮闘はしております。ご機嫌パンダ様は先ほどの2ダウンのシーンですね。確かに怪我人を避けるという点では選択としてありです。またリードと、そしてそこからの得点を逆算しての判断でしょう。パブエルパイ様、アップありがとうございます。できる限りそのお声に応えられる限り頑張りたいと思います。さあ、愛媛大リバースプレー。さらに粘る、ナイスラン、ファーストここで愛媛大学リバースプレー、逆サイドに来る形でワイドレシーバー17番に左オープンを展開させました。これが17番のランプレー構想しまして攻撃権更新に至っております。続いて33ヤード付近からファーストダウン残り10ヤード。愛媛大学自陣34ヤードからファーストダウン点。さあここでスクリーンパスです。先ほど失敗しましたブロッカーをつけてランニングバックにパス取らせてから走らせるスクリーンプレーが決まりまして約7ヤードのゲインです。愛媛大学自陣43ヤードからセカンドダウン3。さあここでランニングバック粘ります。21番ハンドオフを受け左オープン展開しタックルを受けながら攻撃権更新出しました。愛媛大学ファースター。ランニングバック21番川崎、先ほどのミスを取り返すように奮闘しております。愛媛大学自陣44ヤードからファーストダウン点。これをクォーターバック4番見事にリカバーしてパスを投げ捨てました。パス失敗になりますので攻撃の喪失はありません。攻撃権は1つ失いますが陣地は確保した形でセカンドダウンになります。これを投げ捨てずランとした場合大きなロスとなるところでした。素晴らしい判断です。愛媛大学セカンドダウン点。さあオプションプレーで右オープンを狙いますがしかしこれは山口愛3番がカバーしましてゲイン3ヤードにとどめています。また中で倒れているため時計は回ります。タックルしました3番は三木、新宮高校出身の4回生、キャリア1番は川上、岡山城東高校出身の1年生です。愛媛大学サーダウン6、ボールオン自陣48ヤード。クォーターバック4番スクラブ、愛媛大学ファースター。パスを投じようとしましたがプレッシャーからスクラムしました。しかし見事に攻撃権更新果たしています。愛媛大学ファースター、また外へ出ているため時計は止まります。チェーンがセットされ時計が再度スタートしました。クォーターバック4番本番ここへ来て素晴らしいクォーターバッキングを披露しています。ボールオンは相手陣43ヤード。ナイスパスランニングバック21番ハンドオフを受け右オープンを失踪、相手タックルを飛び越え攻撃権更新です。ファースター21番は川崎、廿日市高校出身の3年生。愛媛大学相手陣26ヤードからファーストアウト。後ろパスはランプレーの扱いですので、ボールが落ちてもプレーは継続です。取りましたのは山口大学でした。従いまして攻守交代です。ターンオーバー。これにより攻守交代になりまして、山口大自陣38ヤードからファーストアウト。ここで山口大ピッチパスを投じましたが、愛媛大学21番素晴らしいチャージでパスを防ぎました。あわやインターセプトによりタッチダウンを狙う素晴らしいプレーを反応しました。山口大学自陣38ヤードからセカンドダウンテ。見事なスピンムーブで一気に独走になり、そのままエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。山口大学6点獲得。現在負傷者が発生しておりまして、レフリータイムアウトが入っております。素晴らしい走りを見せてタッチダウンを決めましたのは山口大学99番の宇都、山口高校出身の1年生です。そしてトライ4ポイントのキックも決まりまして1点追加、山口大学41点、愛媛大学0点という状況になりました。皆様コメントありがとうございます。ファブレ様、徳島がいないのは徳島大学は関西学生リーグに加盟しているためです。同じく同様に中四国にありますが、鳥取大学も関西学生リーグ加盟です。地域によるというよりは地域のその交通の利便性を取りまして、鳥取は関西学生リーグ、徳島も関西学生リーグに加盟しております。現時点残り時間1分53秒で、その得点差41点となっております。さあ愛媛、しかしリターンに入ります。さあ粘る。リターンは21番中央突破を図りまして、自陣27ヤード付近からの攻撃権を得ました。愛媛大学、自陣27ヤードからファーストダウンテイ。ナイスランファースター難なく20時はハンドオフを受けて左を深くロー飛び、そこから右にカットバック切って攻撃権更新のランプへ通しました。愛媛大学ファースター難枠22番は村井永田高校出身の4回生、最終学年にその意地を見せます。愛媛大学自陣43ヤードからファーストダウンテン。パス不成功の判定です。ここでクォーターバック4番20倍のパスを投じましたが、しかしこれはパス不成功の判定となりました。地面についたという判定になりました。愛媛大学自陣43ヤードからセカンドダウンテン。試合時間残り1分1秒。プレーの崩れがありまして自らリカバリーしようとしましたが、しかし結果的にそのランプレー止まりました。ここでホイッスル。レフェリータイムアウト、負傷者のためのタイムアウトです。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが入ります。堂前様、モメンタム、確かにこの競技の場合には非常に重要な要素になると思います。フルコンタクト、そしてフルハードヒットのスポーツですので、そのモチベーション、心構えというものが非常に大きく出るスポーツでもあります。さあ愛媛大学サーダウン10。試合時間残り47秒。パスでこうパスだ。クォーターバック4番ミドルのパス、24番ヒットを見ながらこれを見事にキャッチし攻撃権更新。パスだ、素晴らしいキャッチしましたのは24番の藤島、呉三田高校出身の4回生。さあそして時計回ります。愛媛大学ファーストダウンスパイク、パスを失敗としまして時計を止めます。試合時間残り32秒。愛媛大学相手陣37ヤードの地点、セカンドダウンテン。試合時間残り32秒。さあまだいきます。ナイスパスだ。クォーターバック4番、ここでスクリーンパス、ランニングバック21番、これをキャッチして攻撃権更新です。ファースター愛媛大、ここでタイムアウトを使います。後半2回目のタイムアウトを取りました。愛媛大、後半2回目のタイムアウトを使いまして試合時間残り23秒の攻防にかけます。ボールオンは相手陣25ヤードで愛媛大学ファースター。ここでホイッスルです。ここで山口大学も後半1回目のタイムアウトを使います。山口大学もまだ状況、ここを盤石としたいとあえて守備でタイムアウトを使います。さあ残り23秒の攻防です。愛媛大学相手陣25ヤードからファーストアウト。パス不成功。クォーターバック4番、ここでエンドゾーンへのパス、ターゲットは18番でしたが、これは山口大もカバーしており、パス不成功となりました。試合時間残り17秒となっています。愛媛大学セカンドアンテ、ボールオン相手陣25ヤード、エンドゾーンまで25ヤード、試合時間残り17秒。愛媛大ファースター、ここでスクリーンパス、22番キャッチャンダンシー、攻撃権更新です。愛媛大学ファースター、ここで愛媛大最後のタイムアウトを使います。試合時間残り8秒で止まりました。さあ残り時間8秒で愛媛大学ファーストアンドゴール、残り8ヤード、試合時間残り8秒です。中央へのバック、しかし止まっています。さあスパイクラがここでイエローフラッグ、反則が発生しています。画面上の時計は現在0秒でしたが、残り時間1秒となっています。しかしイエローフラッグ、反則が発生していますので、これがどちらかその判定を待ちましょう。山口大学、ゴールまでの半分の距離のペナルティーで愛媛大学のセカンド、ここで山口大学に反則がありました。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していたという反則です。残り距離半分、したがってサーダウンインチの状況で試合再開です。残り時間1秒、ラストプレー、大プレーを完投、勝ちだ。このラストのワンプレー、託されましたのは愛媛大学20番古橋が第2プレーでこのインチを取りましてタッチアウトしました。ここで試合時間がなくなりました。タッチアウトしましたのは20番の小川、チームのキャプテンがここで最後のプレーを決めました。試合終了となりまして、愛媛大学6点、山口大学41点で山口大学の勝利。山口大学ギャンブラーズ25年ぶり、そして一部復帰初年度での優勝となりました。愛媛大学、しかしその奮闘むなしくミスが災いしまして、この試合落とす形になりました。悲願の優勝は再び持ち越すという形になります。しかし素晴らしい戦いでした。題しまして、山口大学2016年以来の一部復帰の初年度、その力が果たして通用するかどうか不安もあったと思います。しかし1年生の活躍も踏まえて素晴らしいチームになり、見事中四国復帰初年度での制覇を成し遂げました。そしてこれより表彰式が行われます。中四国学生シューズリーグ戦を制したのは山口大学ギャンブラーズです。この一戦を打ちまして中四国学生リーグを優勝し制覇しましたのは山口大学ギャンブラーズとなりました。プレゼンターは中四国学生アメリカンフットボール連盟理事長寺花史郎です。その優勝トロフィーが今授与されます。おめでとうございます。両校激しく激突した決勝戦、敗れはしたものの最後まで気迫あふれるプレーを見せてくれた愛媛大学、そして実に25年ぶり8回目のリーグ制覇を決め、全日本大学選手権初出場の切符を手にした山口大学、皆様両校に今一度盛大な拍手をお願いいたします。素晴らしい戦いを見せていただきました。愛媛大学、山口大学に大きな声援が送られています。ナイスゲームでした。山口大学は11月12日にここ広島広域公園で行われる全日本大学選手権1回戦で北陸の代表校と対戦いたします。中四国代表として戦う山口大学の応援をお願いいたします。この試合に勝利しました山口大学は11月12日にこの広島で行われます北陸代表との一戦に挑みます。これでトロフィー授与式を終了いたします。素晴らしい戦いを見せていただきました。苦渋の時を過ごしました山口大学ギャンブラーズ。しかしこの2022年、その思いを晴らすべく見事な思いを遂げた優勝を果たしました。今日は応援してくださりありがとうございました。保護者会の方々とか、泣くなよ、頑張ります。気をつけ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして。愛媛大学ボンバーズ、このチームの今4回生たちは放火事件によって物質を失い防具を失い出場かなわなかったかもしれないその奇跡の大会に、しかし台風の被災に遭いまして結果的に敗戦に及んだその最後の世代です。これまでの積年の思いを原さんと奮闘してまいりましたが、しかしその思い今年は届きませんでした。また新たな形でこの場に戻ってきてほしいものです。そして見事優勝しました山口大学、おめでとうございます。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんらが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの影に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り脇を固め、並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは高校で名を轟かしたスタープレーヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかく物語に憧れ、物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらその最後までを挑むことができなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、本日の配信は終わらせていただきたいと思います。この配信は中四国学生アメリカンフットボール連盟の協会配信と並行配信させていただきました。その配信を承らせていただきましたのは私道楽屋リチャでした。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございます。この中四国のチャンピオンと対決します北陸学生との一戦、来週土曜日に行います29日の一戦も私の方で撮影させていただきます。皆様ぜひよろしければそちらもご観戦ください。そしてこの両雄がどのような結末を迎えるのかご注目ください。それでは失礼いたします。